ジャイアンツの2勝1敗で迎えた日本シリーズ第4戦。一方のホークス、負け越してはいますが、今日勝ってなんとかタイに持ち込みたいところ。まだまだこの先どうなるのか予想できません。注目の第4戦が間もなくプレーボールです。この放送の解説は堀内さん、中畑さん、そして実況は川村でお伝えしてまいります。堀内さん、中畑さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のジャイアンツの先発投手は川原。1回の表ホークス、トップバッターはセンター柴原。ボール、西、取りました。一塁へ。柴原、内野ゴロに倒れてワンアウト。そしてバッターは2番、鳥越。ご覧のような数字です。ホームランは4本。ボール、インコース外れています。ストライク、決まりました。ワンエンドワンからカーブ、見送った。ボール、ボールカウント、ワンエンドツー。三塁線、サード取って一塁へ。鳥越、内野ゴロに倒れてツーアウト、ランナーはありません。そしてバッターは3番、井口。ご覧のような数字です。ホームランは7本。ストライク、初球空振り、カウントワンナッシング。コーナーをついてきます。見送った。ボール、ワンエンドワン。ストレート外れた。ワンエンドツーになりました。高め外れてボール、ワンスリー。5球目、ストライク。ツースリーから右中間、高橋由伸、落下点。井口、ライトフライに倒れてスリーアウト、チェンジ。川原、まずは初回を0点に抑えました。今日のホークスの先発投手は田上。ジャイアンツの攻撃、1番、セカンド西。ご覧のような数字です。ホームランは18本。変化球、ストライク、初球空振り。ワンナッシングから大きく外へ、見送った。ボール、ワンエンドワンから、これはいいぞ、レフトに伸びてる、入るか。入った、入った。ボールはレフトの頭上を大きく超えました。西、先制のホームラン。スタンド総立ち。ホームイン、1対0、ジャイアンツ先制。バッターボックスは2番、清水。内野ゴロ、セカンド取りました。一塁へ。清水、内野ゴロに倒れてワンアウト。バッターボックスは3番、江藤。ストレート、見送った。ボール、内野ゴロ、取りました。一塁へ。江藤、内野ゴロに倒れてツーアウト、ランナーはありません。バッターボックスは4番、松井。ボール、初球縦の変化球、
直球、見送った、ボール。ノーツーから平凡なフライ、田上落下点。松井ピッチャーフライに倒れて3アウトチェンジ。1回終わりました。1対0、ジャイアンツがリードしています。2回の表、ホークスの攻撃。4番サード小久保。ホークス先制点を取られてしまいましたが、中畑さんどう見ますか？悪くありません。十分チャンスはあると思います。あ、そうですか。初球を打ちました。抜けた、ボールはセンターからショート、センター前ヒットを放っています。そしてバッターは5番松中。1球目は外れました、ボール。2塁へ盗塁成功。小久保2塁を奪いました。直球決まった、ワンストライクワンボール。堀内さん、今日のピッチャーの出来どうご覧になりますか？出足は悪くないですね、はい、まずまずの内容じゃないですか。あ、そうですか。うわーっと外れました、ワンストライクツーボール。打った、これは強烈だ。おっと、これはどうだ、ライトに伸びてる、入るか入るか入るか、どうだ、入った、ライトスタンドに持っていきました。逆転ホームラン、まさに執念の一発。ホームイン、2対1ホークス逆転に成功しました。たった1球でね、これだけの大きく流れを変えてしまうんですよね、野球は。ほんとそうですね。対するバッターはバルです。堀内さん、ピッチャー少し弱気が見えます。そうですね、バッターの気迫に押されている感じを受けます。もっと自信を持って投げてほしいですね。そうですね、余裕を持って取りました。バルです。セカンドフライに倒れてワンアウト。対するバッターは秋山。ご覧のような数字です。ホームランは5本。ボール、よく見ました。ボール、1球2球と外しました。ノーツーから ピッチャー取って一塁へ。秋山ピッチャーゴロに倒れて2アウト、ランナーはありません。対するバッターは城島。初球を打ちました、2を取りました。一塁へ城島、内野ゴロに倒れて3アウトチェンジ。2対1、ホークスの1点リードに変わっています。2回の裏、ジャイアンツ5番からの攻撃です。ファースト清原、三遊間、鳥越取りました。一塁へ清原、内野ゴロに倒れてワンアウト。6番高橋由伸、フォーク、ストライク、バットが出ません。カウントワンナッシング。シュート、ボール、外れました。ワンエンドワンからボール。ワンエンドツーから、おっと、これはどうだ、ライトに伸びてる、入るか、入りました、ホームラン。ボールはライトの頭上を大きく超えました。同点ホームラン、ライトスタンド狂喜乱舞です。ホームイン、
2対2、ジャイアンツ同点に追いついた。中畑さん、一気に同点です。これでこそね、見応えがある野球、そう言えるでしょうね。そうですね。バッターボックスは7番新岡。コーナーをついてきます。見送った、ボール。変化球打って、ボールはセンターからショートへ。センター前にうまく運びました。8番阿部。ストライク。まずは直球で決めています。ワンナッシングから変化球打って鳥越、取りました。二塁フォースアウト、ダブルプレイ。2回終わりました。2対2、ジャイアンツ同点に追いつきました。3回の表、ホークスラストバッターの田上、今日最初の打席です。今日の試合の先発投手はジャイアンツ川原、ホークス田上、この両投手の投げ合いとなっています。ストライク。まずは直球で決めています。ワンナッシングから変化球打って川原、取りました。一塁へ田上、ピッチャーゴロに倒れてワンアウト。バッターは1番の柴原。先ほどの打席はセカンドゴロ。直球ストライク。初球空振り、カウントワンナッシング、センターへ。松井取りました。柴原、痛烈な当たりはセンター真正面でした。これで2アウト。バッターボックスは2番鳥越。先ほどの打席はサードゴロ。初球を打ちました。ショート取って一塁へ。鳥越、内野ゴロに倒れて3アウトチェンジ。2対2の同点です。3回の裏、ジャイアンツの攻撃。ラストバッターピッチャー川原。初球を打ちました。抜けた。ようやくボールが返ってきました。センター前にうまく運んでいます。そしてバッターは1番西。今日2度目の対決です。左へファウル。初球から思い切っていきましたがファウル。これはいいぞ。レフトに伸びてる。入るか。入った、入った。レフトスタンドに持っていきました。西、勝ち越しのツーランホームラン。2打席連続ホームラン。スタンド総立ち。ホームイン。4対2、ジャイアンツリードしました。バッターボックスは2番清水。今日のバッテリーはどの打者に対しても同じような組み立てをしてきましたから、はい、球種が読みやすくなってしまったんですね。なるほど。1、2塁間ファーストを取って清水、内野ゴロに倒れてワンアウト。バッターは3番の江藤。先ほどの打席はショートゴロ。第1球ストライク。初球空振り、カウントワンナッシング。フォーク外れた、見送ります。ワンエンドワン。ボール、緩いカーブで来ました。ワンエンドツーから直球ストライク。バットは出ませんでした。カウント2エンド2になりました。秋山落下点、余裕を持って取りました。江藤ライトフライに倒れて2アウト。バッターボックスは4番松井。
変化球打って平凡なゴロ。井口取りました。松井内野ゴロに倒れてスリーアウトチェンジ。3回終わりました。4対2ジャイアンツ2点勝ち越しています。4回の表ホークスの攻撃、3番セカンド井口。カーブストライク、初球空振り、カウントワンナッシング。ショート取って一塁へ。井口内野ゴロに倒れてワンアウト。バッターボックスは4番小久保。今日2打席目。ワンナッシングからこれは際どい、ストライク。立て続けにストライクを取りました。カウント2ナッシング。ストレート見送った、ボール。ツーエンドワンからボール、外れました。ホークス2点リードを許しています。果たしてこの回で差を詰めることはできるのでしょうか。内野ゴロ、西取りました。小久保内野ゴロに倒れてツーアウトランナーはありません。そしてバッターは5番松中。直球見送った、ボール。ど真ん中見送った、ストライク。ボールカウントワンエンドワン。ツーエンドワンからストレート見送った、ボール。ツーエンドツーから高め外れてボール。ツースリーからセンターへ、松中痛烈な当たりはセンター真正面でした。スリーアウトチェンジ。4対2ジャイアンツ2点リード。これから4回の裏ジャイアンツの攻撃。この回の先頭は5番清原。先ほどの打席はショートゴロ。カーブストライク、初球空振り、カウントワンナッシング。ツーナッシングからシュート、ボール。一球外しました。ツーエンドワンになりました。速いボールできました。空振り三振。清原三振に倒れました。6番高橋由伸。今日はホームランを1本放っています。カウントワンナッシング。これはいいぞ、レフトに伸びてる、入るか。ホームラン、レフトスタンドに持っていきました。2打席連続ホームラン、見事に打ち返しました。ホームイン。5対2ジャイアンツ1点追加。ジャイアンツ3点リード。ど真ん中見送った、ストライク。ワンナッシングからストレート外れた。ワンエンドワンから打った、ショート取って一塁へ。三岡ショートゴロに倒れてツーアウト。バッターは8番の阿部。ご覧のような数字です。ホームランは12本。
ワンナッシングから、大きく外れました。ワンエンドワンになりました。平凡なフライ、田上落下点、阿部ピッチャーフライに倒れて3アウトチェンジ。5対2ジャイアンツ追加点を挙げました。5回の表ホークス6番からの攻撃です。レフトバルデス、今日2度目の対決です。これはいい当たりだ。センター追いつけるか、入るか、入った入った、右中間に持っていきました。初球を思い切り叩きました。まさに一発勝負。ゆっくりとホームイン。5対3ホークス2点差に追い上げました。対するバッターは秋山、打率2割6分2厘ホークス、その差は2点。ツーナッシングから変化球打って西取りました。秋山セカンドライナーに打ち取られました。これでワンアウト。そしてバッターは8番城島。先ほどの打席はショートゴロ、ホークス2点リードを許しています。果たしてこの回で差を詰めることはできるのでしょうか。ストライク、まずは直球で決めています。カウントワンナッシング1・2塁間、セカンド取りました。1塁へ城島、内野ゴロに倒れて2アウト。そしてバッターはラストバッター田上。先ほどの打席はピッチャーゴロ、フォーク、ストライク、初球空振り、カウントワンナッシング、まっすぐできました。ストライク、立て続けにストライクを取りました。ツーナッシングから速いボールできました。空振り三振。田上全く相手になりませんでした。5対3ホークス1点返しました。5回の裏ジャイアンツの攻撃。この回バッターボックスに入りますのはラストバッター川原、今日2打席目。レフト線切れない、フェアです。バッターボックスは1番西。今日は2打席連続ホームランを放っています。大きな期待がかかります。内野フライ、井口落下点、余裕を持って取りました。西、内野フライに倒れてワンアウト。バッターは2番の清水、今日3打席目。シュート外れた、よく見ました。内野ゴロ、田上取りました。2塁フォースアウト、ダブルプレーはなりませんでした。バッターボックスは3番江藤、今日はヒットが出ていません。今日はこのままノーヒットで終わるのか。直球見送った、ボール。カーブ、ストライク、バットが合いません。ワンエンドワンからストライク、2エンド1からボール。1球外しました。堀内さん、なんとなく球威が落ちてきたような感じがするんですが。そうですね、ボールも甘くなってきてますよ。ということは交代ですか。いや、まだ大丈夫だと思います。変わるとすれば次の回あたりですかね。そうですか。5回終わりました。5対3ジャイアンツ2点リード。
6回の表ホークスの攻撃。1番センター柴原、今日3打席目。ストライク、バットは出ませんでした。ワンスリーからストライク、変化球で決めてきました。ツースリーから西、取りました。一塁へ、内野ゴロに倒れてワンアウト。バッターボックスは2番鳥越。技術的にはね、文句はないですよ。あ、そうですか。でもちょっとパワー不足なんですよね。なるほど。カーブ、ボール、よく見ています。打った、バッターは3番の井口。詰まった、まずい、落下点。余裕を持って取りました。井口、センターフライに倒れてツーアウト。バッターは4番の小久保。今日3度目の対決となります。インコースはストライク、初球空振り。ワンナッシングから平凡なフライ。西、落下点。小久保、内野フライに倒れてスリーアウトチェンジ。5対3、ジャイアンツ2点リード。6回の裏、ジャイアンツの攻撃。この回バッターボックスに入りますのは4番松井。先ほどの打席はセカンドゴロ。変化球打って詰まった、秋山、落下点。余裕を持って取りました。松井、ライトフライに倒れてワンアウト。対するバッターは清原。今日3度目の対決となります。堀内さん、だんだん球威が落ちてきていませんか？そうですね、疲れが見えてきましたね。これ以上得点を与えるわけにはいきません。田上、今日これで5イニングと3分の1を投げました。まだフォアボールは与えていません。コーナーをついてきます。ボール、ボール、外れました。ノースリーからカーブ、ストライク、見送ります。ワンスリーから、これはいいぞ、レフトに伸びてる、入るか、ホームラン、左中間に持っていきました。文句ない当たり。ホームイン、6対3、ジャイアンツ1点追加。ホークス選手の交代をお知らせいたします。ピッチャー田上に変わりまして、長谷に9番、ピッチャー長谷に背番号22。ここでピッチャー交代です。田上、あえなくナックアウトです。バッターボックスは6番高橋由伸。第1球、変化球、ストライク、初球空振り。ワンナッシングから
変化球打って内野ゴロ、ファースト取りました。高橋由伸内野ゴロに倒れてツーアウトランナーはありません。対するバッターは新岡。先ほどの打席はショートゴロ。ジャイアンツ3点リード。ワンナッシングからストライク、立て続けにストライクを取りました。カウントツーナッシング。長戸に取りました。二岡ピッチャーゴロに倒れてスリーアウトチェンジ。6回終わりました。6対3、ジャイアンツ追加点を挙げました。ホークス5番からの攻撃です。ファースト松中。中畑さん、ジャイアンツがリードという場面、このまま逃げ切れますか？いや、わからないですよ。そうですか。ど真ん中ストライク、初球空振り。ワンナッシングからカーブ、ストライク、立て続けにストライクを取りました。カウントツーナッシング。インコース空振り三振。川原見事なピッチングで3球三振に切って取りました。バッターボックスは6番バルデス。川原今日これで6イニングと3分の1を投げました。まだフォアボールは与えていません。ボール、初球縦の変化球、変化球打って内野ゴロ。セカンド取って一塁へ。バルデス内野ゴロに倒れてツーアウトランナーはありません。そしてバッターは7番秋山。先ほどの打席はセカンドライナー。1球目は外れました。ボール。カーブストライク、バットが出ません。万円の輪になりました。ホークス3点リードを許しています。果たしてこの回で差を詰めることはできるのでしょうか。2エンド2になりました。センターへ秋山、痛烈な当たりはセンター真正面でした。3アウトチェンジ。6対3、ジャイアンツ3点リード。ジャイアンツ8番からの攻撃です。キャッチャー阿部、今日3打席目。1、2塁間、1塁へ。1、2塁間を破るライト前ヒットを放っています。ジャイアンツここでピンチヒッターを送ってきました。バッターボックスには代打マルティネス。ここでさらに点差が開きますと、はい、状況としては苦しいですよね。ジャイアンツダメ押しの追加点はあるんでしょうか。これは際どい、見送った。ボール。さあ2球目はどうか。ワンエンドワンから城島落下点、一塁へ。マルティネスファールフライに倒れてワンアウト。そしてバッターは1番西。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数2安打、ご覧のような数字です。ホームランは18本。カウントワンナッシュ。インコース外れています。ワンエンドワン。すっぽ抜けました。ボール。ワンエンドツーからストライク、シンカーが決まりました。ツーエンドツーからこれは決まった、三振。バッターボックスは2番清水。先ほどの打席はピッチャーゴロ。
一二塁間セカンド取りました。清水セカンドゴロに倒れてスリーアウトチェンジ。7回を終わりました。6-3ジャイアンツ3点リード。ジャイアンツ選手の交代をお知らせいたします。代打いたしましたマルティネスに代わりまして長野ピッチャーに入ります。9番ピッチャー長野背番号57。8回の表守りに入りますジャイアンツ。この回からはピッチャーが変わります。この回からマウンドに上がっておりますのは上部。8回の表ホークス8番からの攻撃です。キャッチャー城島先ほどの打席はセカンドゴロ。コーナーをついてきます。見送ったボール。内野ゴロ二岡取りました。一塁へ城島ショートゴロに倒れてワンアウト。ホークス選手の交代をお知らせいたします。バッター中谷に代わりましてミッチェル。バッターミッチェル背番号42。ホークスここでピンチヒッターを送ってきました。代打ミッチェル。ワンナッシングからストレート見送ったボール。ワンエンドワン落とした外れた見送ります。ワンエンドツーホークス3点リードを許しています。果たしてこの回で差を詰めることはできるのでしょうか。ツーエンドツー取りました。ミッチェルセカンドライナーに打ち取られました。これでツーアウト。そしてバッターは1番柴原。これで今日4回目の打席です。初球を打ちました。二岡取りました。柴原ショートゴロに倒れて3アウトチェンジ。6-3ジャイアンツ3点リード。8回の裏守りに入りますホークス。この回からはピッチャーが変わります。この回からマウンドに上がっておりますのは岡本。8回の裏ジャイアンツの攻撃。3番サード江藤。ワンナッシングからボール。よく見ています。ワンエンドワン そしてバッターは4番松井。打率2割7分変化球打って内野ゴロ抜けた。ボールはセンターからセカンドへ。センター前ヒットを放っています。これで今日4回目の打席です。直球見送ったストライク。ジャイアンツ3点リード。ワンナッシングからおっとこれはどうだ。ライトに伸びてる入るかホームラン。ボールはライトの頭上を大きく越えました。ツーランホームラン2打席連続ホームラン。ライトスタンド大いに盛り上がっております。
ホームイン。ジャイアンツ2点追加。堀内さん、今打ったボールは何だったんでしょう。フォークですね。バッターは6番の高橋由伸。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数2安打。これで今日4回目の打席です。1球目は外れました。ボール。これもスローカー。ストライク。決まりました。ワンエンドワンから平凡なゴロ。取りました。一塁へ。高橋由伸セカンドゴロに倒れてツーアウト、ランナーはありません。そしてバッターは7番新岡。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打。これで今日4回目の打席です。これは際どい。ストライク。バットは出ませんでした。カウントワンナッシン。コーナーをついてきます。ストライク。ボールに手が出ました。ボールはセンターからショートへ。センター前にうまく運んでいます。8番阿部。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打。ご覧のような数字です。ホームランは12本。ボール。変化球外れています。ワンエンドワンからスローカー。見送った。ストライク。ツーエンドワンから低め外れてボール。二塁へ。盗塁成功。二岡二塁を奪いました。ツーエンドツーからインコース。空振り三振。阿部スイングアウトの三振に倒れました。8回を終わりました。8対3。ジャイアンツ追加点を挙げました。試合はこれから9回の表、ホークスの攻撃。この回の先頭は2番鳥越。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打。フォーク。ボール。見送ります。フォーク。見送った。ストライク。ワンエンドワン。センターへ。まずい。落下点。余裕を持って取りました。鳥越センターフライに倒れてワンアウト。3番井口。これで今日4回目の打席です。ストライク。まずは直球で決めています。ワンナッシングからフォーク。ストライク。立て続けにストライクを取りました。上下今日これで1イニングと3分の1を投げました。まだフォアボールは与えていません。速いボールできました。空振り三振。バッターボックスは4番小久保。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打。これで今日4回目の打席です。ストライク。初球縦の変化球。堀内さん、今日のピッチャーの出来どうご覧になりますか。出足は悪くないですね、はい、まずまずの内容じゃないですか。あ、そうですか。変化球。見送った。ボール。ワンエンドワンになりました。フォーク。見送った。ボール。ワンエンドツーから微妙なところをついてきます。ボール。外れました。ワンスリー。直球。ストライク。バットは出ませんでした。ツースリーからど真ん中。決まった。三振。試合終了。日本シリーズ第4戦はジャイアンツが勝ちました。沢原。敗戦投手は田上。今日の解説は堀内さん、中畑さん、そして実況は川村でお送りしました。堀内さん、中畑さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼いたします。